ねえ、ここ泳げるのかな。え、そ、さあ。知らないの？ここに来たばっかりなんで。そうなの。私も今日ここに着いたばかりなんだ。私キャシー、キャシー・マクマホンって言うんだ。よろしくね。綺麗な海、綺麗な空、最高じゃないここ。ああ、いいところだ。呼んでくれたハディアット中尉に感謝しないとな。あら、ドニー、それは嘘。何が嘘だって言うんだ？ドニーは注意に呼ばれるんなら、そこが地の果てだって感謝するわよね。それは…いいからいいから、隠さなくたって。ここは本当にいい場所で、風水的にも最高の…はいはい、いいからいいから。やあ、カミナ。キャシーさん、お酒を飲んでるんですか？うん、たまには悪くないもんだね。あんたもなんか飲む？僕は未成年だから、ジュースでもいただきます。真面目なんだね、カミナは。法律は守らないといけませんから。キャシーさんの国では何歳から飲酒 OK なんです？忘れちゃったな。忘れちゃったって、そんな。生きていくのに必死だったからね。え、キャシーさんのふるさとってそんなに大変だったんですか？私のふるさとはムーに攻撃されてね、消えてなくなっちゃったよ。すみません、嫌なことを思い出させて。お前が謝ることじゃないよ。まあね、でも私には仲間がいるし、落ち込んでるのも過去を振り返るのも性に合わないんだ。キャシーさんらしいな。僕は東京に友達を残してきたから、寂しい気持ちよくわかります。寂しかったか。で、今はどうなの？どうなんだろう、わからないです。人間、生きてる限り居場所はあるものよ。そうなんですか？昔を思って嘆いていてもどうにもならない。だけどね、カミナ、失ったものに固執していると今ある大切な場所を見失うよ。今ある大切な場所、それってここのことですか？ここもそこも含めてかな。大切な場所は一つだけじゃないってことですね。私のふるさとは姿を消した。でも私にはアルファ小隊があるし、テラのメンバーもいるしね。ええ、カミナも含めて、それら全部が私の今いる大切な場所だから。僕もですか？何よ、不満なわけ？いえ、そんなことないです。私にとってはここもふるさとのようなもんなんだ。それはなんとなくわかります。もう二度とふるさとを失いたくないね。ええ、僕もそう思います。はーい、カミナ。キャシーさん、
相変わらず元気いっぱいですね。まあね、タミナも最近は順調じゃない。いろいろと慣れてきたせいかな。ねえ、ちょっといいかな。何です、キャシーさん。ちょっとね、個人的に気になってることがあるんだ。え、僕がどうかしました？ハミナのことっていうか、ラーゼホンのこと。出撃の時、何か問題でもありました？ううん、そういうことじゃない。ちょっと、あれの乗り心地っていうのが気になっただけ。乗り心地ですか？難しい質問ですね。あれだけの機動力があるんだから、やっぱり新星みたいな感じなのかな。新星に乗ったことないからわからないですけど、あんまり戦闘機って感じじゃないですね。何かに例えられないの？例えるとと言われても、戦闘機のことはよくわからないんで。困ったな。人型なんて動かすんだから、すごく複雑な構造なのかと思ってた。どちらかというと、マシンというより生物みたいな感じがするんですよ。それってなんだかミステリアスね。でしょ？乗っている僕も未だによくわからないんですよ。じゃあ操縦はどう？動かすのは簡単？簡単なのかな、素人の僕でも動かせるから、もしかしたら簡単なのかもしれませんね。で、カミナはどうやって動かしてるの？操縦は頭の中でイメージすると動くって感じです。へえ、動けって思えば動くの？操縦桿は使わないんだ。どっちかっていうと、ラーゼホンと僕が一体になって動いているような感じかな。ますますミステリアスね。ねえねえ、私にも動かせるかな？乗ることさえできれば動かせると思いますよ。でもパイロットを選ぶマシンだから、私は乗れないか。キャシーさんが乗れたらきっとすごい操縦するんでしょうね。コードネーム通りに。何？つまり私がジャジャ馬だって言いたいわけ？まあそんなところです。あー、こいつ。カミナはどうしたの？お散歩？ここのことをいろいろと調べてるんですよ。知っておかなくちゃいけないことがいろいろあって。で、どれくらいここのこと詳しくなったの？いいえ、それがまだ。ちょっとこう見入ったことになると全然わからないですよ。じゃあ、私と同じね。キャシーさんも？ペラの部署や配備とかについては知ってるけど、本部の人間関係とかはあんまりわからないね。僕もですよ。人間関係は複雑っぽくて。あんまり込み入ったことに立ち入りたくもないしね。キャシーさんが詳しいことっていうと、やっぱりアルファ正体？そりゃあ私の正体だもん、当然でしょ。どんな感じです、アルファ正体って？アルファ正体のチームワークは、連合軍とテラをひっくるめてもナンバーワン。へえ、そうなんですか？そんなにチームワークがいいんだ。うん、隊長を中心にとてもまとまっているからね。それにプライベートでもすっごく仲がいいんだ。なんとなくそんな感じがしますよね。チームの結束力ではどこにも負けないよ。
鉄壁のチームワークってところですか。そうそう、このチームワークがあればカミナも安心して戦えるよ。なんか安心できる気がしてきましたよ。お、カミナ発見。え？ちょうどいい時に現れてくれたよ。ちょっと付き合わない？付き合うってどこにですか？海。ちょっと潮風に当たりたくなってさ。別にいいですけど、抜け出して大丈夫かな。大丈夫、すぐ戻ってくるから問題なし。それならいいかな。 OK、 じゃあ行こう。風が気持ちいいな。あ、カミナ、あれは何？あれですか？ラムネの販売機ですよ。ラムネ？飲んでみればわかりますよ。はい、どうぞ。ありがとう。冷たい。この部分を持って中に入ってるビー玉をここに引っ掛けてから飲むんですよ。こんな感じ。そうそう。でそのまま飲む。いいなこれ、冷たくて気持ちいい。気に入ったみたいですね。ふーん、これがラムネか。ジャパニーズシャンパン？変な飲み方。シャンパンじゃないけど、昔からある飲み物なんです。早速みんなにも教えてやろうっと。ジャパニーズシャンパン。聞いてないし。絶対みんながビー玉に引っかかるぞ。そしたら笑っちゃおう。さて、戻ろっと。ろくなこと考えないし。でもラムネってシャンパンっていうよりソーダですよ、キャシーさん。っていないし。待ってくださいよ、僕も戻ります。ところに来た。なんです？いきなり。カミナって絵を描くよね。ええ、まあ。どんなのをいつも描くの？そうですね。風景画とか、人物画もう少し。人物画？人体画はデッサンの基礎ですけど。私をモデルにしてみない？え、キャシーさんを？そうよ、私だったらモデル料なんていらないしさ。でも何が気に入らないの？私のこと嫌いなの？その好きとか嫌いとかじゃなくて、困ったな。だってカミナの絵ってとっても素敵なんだもん。はあ、それは嬉しいんですけど。いやー、キャシーさんを描くのなんだか緊張するな。カミナのケチ。いつも描いてる幼馴染の子しか描かないの？誰に聞いたんですか？そんなことないですよ。でも。こんなにお願いしてるのに、神だったら鈍感さんだ。ど、
鈍感って。もう絵を描いてほしいんだったらもっと上手な人に頼んだ方がいいですよ。私はカミナに描いてほしいんだよ、わかる？こんなに言ってあげてるのに。私なら普段着でもいい絵になると思うな。それはそうだと思いますけど。カミナは私のこと描きたくないの？いえ、そういうわけじゃ。なんか照れちゃうんです。失礼します。どうしたんです？ため息なんかついちゃって。なんだ、カミナか。キャシーさんがため息なんて珍しいですね。私だってノリの悪い時ぐらいあるわよ。何かあったんですか？嫌というほどにね。突然どうしたんです？パイロットになってからずっとかもね。よくわからないですけど。元気を出してください、キャシーさん。私を慰めてくれるの、カミナ？その、なんていうか、らしくないですから。らしくないか。そうかもね。何か考えちゃうことでもあったんですか？あったというか、これからのこともかな。僕でよかったら、聞きましょうか？カミナに言っても始まらないんだけどさ。私、絶対に落ちたくないんだ。落ちないって、戦闘でのこと？そう、誓ってるんだ。戦闘では死なないって。死んでいった仲間たちのためにもね。ああ。私をかばって死んでいった戦友のことを思ったら、勝手に死ぬわけにいかないじゃん。ええ。死んだ仲間たちの分まで、私は生きなくちゃ。私にできることは、そのくらいだもんね。キャシーさんって、優しいんですね。戦ってる時に、そんなことを考えてるなんて。変なこと言っちゃってごめん。でもそう思ってると、頑張れる気がするんだよ。仲間のために、絶対に落ちない。ですね。そう、私は絶対に落ちない。決意ってやつですね。そうじゃないよ、カミナ。違うんですか？パイロットっていうのはそういう気持ちがないといけないんだよ。演技担ぎみたいなもんかな。なるほど。なんとなくですけど、わかりますよ。カミナも落ちるなよ。はい、キャシーさん。いろいろためになりました。ロックンロール最高！キャシーさん、ノリノリですね。そう、これを歌うとテンションが上がるからね。普段からこうやってロックをかけてるの。戦闘中も聴いているんですよね。戦う時にテンションを高めるためですか？そう、テンションを上げないとうまく飛べないんだ。キャシーさんみたいな凄腕の人でもうまく飛べないなんて時があるんですか？カミナ、戦闘に出るとき、怖いって感じたことはない？それはありますよ。戦う前はいつも緊張します。私もね、戦うときは怖いんだ。キャシーさんでも、戦いは怖いんですか？負けるかもしれない。落ちてしまうかもしれない。
そんな恐怖が戦闘では常につきまとうんだよ。そんな時飛ぶことが怖くなってしまうんだ。そうだったんですか。恐怖に負けそうになるっていうのかな。自分の中の恐怖に時々押しつぶされそうになる。僕もそんな時は頑張らなきゃって自分に言い聞かせています。なるほどね。私は言い聞かせる代わりにロックを歌うんだ。怖さに打ち勝つためにね。そうなんですね。そうそう、テンションを上げて、そして戦うんだ。キャシーさんがロックを聞く意味がなんとなくわかりましたよ。もともとロックが好きっていうのもあるんだけどね。これを歌うと自分の中に勇気が湧いてくる感じがするんだ。音楽にはそういう使い方もあるんですね。うん、タミナも歌いなよ。恐怖なんてどっかに飛んでいっちゃうからさ。ええ、今度試してみますよ。ありがとう、キャシーさん。ちょっと、カミナの趣味って何？趣味？どうしてそんなこと聞くんです？何でもいいから答えて。趣味ですか。絵を描くことぐらいかな。ああ、それは知ってるよ。他にはないの？え、絵を描くことは趣味じゃないですか。違う違う。ねえカミナ、好きな音楽とかはないの？あ、なんだ、音楽の趣味の話だったんですか。そう、音楽の趣味を聞きたいんだよ。聞くことは聞きますけど。うんうん、どんなのを聞いてる？最近はもっぱらヨモダさんのくれたレゲエとシャプラン対おすすめのクラシックかな。ロックは聞かないの？せっかくおすすめの曲を教えてあげようと思ったのに。ロックですか？ロックは魂を揺さぶり解放する音楽なんだ。カミナ、ロックは嫌い？嫌いじゃないと思うけど、あんまり詳しくないから。じゃあ、ぜひぜひ聞いてみて、用意するから。もし好きになれたら、一つお願いを聞いてくれないかな。なんです、キャシーさん。この戦いが終わったら、カミナのその甘い声を見込んで、頼みがあるんだ。甘い声ですか？ロックが嫌いじゃないんなら、私とバンドをやってみない？バンド？カミナがボーカルで、私がギターで、他のメンバーは私が適当に集めるからさ。僕がボーカル？想像つかないんですけど。カミナなら絶対にできると思うんだ。ね、決まり。ちょっとキャシーさん、これできっと女の子にモテモテだよカミナ。別にモテモテじゃなくていいですよ。そういう約束があると生きて戻ろうって気持ちになるでしょ。だから約束ね。でもまあ、キャシーさんが喜んでくれるなら。キャシーさん、わかりました。約束ですね。最後まで生きて戻れたら。さあみんな、ビッグニュース。ビッグニュース？何かいい話があったんですか？そう、タミナにとっても嬉しいニュースだよ。
キャシーさん、いきなり抱きつかないでくださいよ。照れなくてもいいのに。ああもう嬉しくって思わず興奮しちゃった。あーびっくりした。でどんなニュースなんですか？そうそう、実はね、今度テラに最新のマシンが届くっていう話なんだ。ビッグニュースってそういうことだったんですか？そう、アルファ小隊に新型が支給されるの。それではしゃいでいたんですか？キャシーさんがそんなに興奮するってことは、よっぽどすごいものが来るんでしょうね。性能からして全然違うの。従来の機体の破壊力をはるかに上回るって話よ。しかも人型。そんなにすごいんですか？小型のドーレムなら一撃で落とせるって噂。それはすごいですね。もしかするとラーゼホンより強かったりして。ああ、もうドキドキしちゃうわ。そんなに強いマシンだと楽しみなのもわかりますよ。戦いも楽になりますし。それだけじゃないよ。新型が来ればもっとカミナの助けになるじゃない。え、僕のですか？ほら、今まではラーゼホンしかドーレムとまともに戦えなかったけど、これからは違う。今までだって十分に戦ってたじゃないですか。もっともっとカミナのそばで戦えるってこと。僕のそばで？もうカミナ一人に怖い思いをさせないよ。キャシーさん、そんなことを考えててくれたんだ。民間人ばかり戦わせるわけにはいかないよ。ああもう待ち遠しくって眠れないくらいだよ。ありがとう。早く届くといいですね。カミナ。うわ、キャシーさん、いきなり抱きつくのやめてくださいよ。ん？どうして？それはその。いいじゃん、細かいこと気にしちゃダメだって。私のふるさとだとハグしてキスするんだけどな。冗談だってば。そこ微妙に距離を取らない。もう僕のことからかって遊んでるんでしょう。そんなことないって。相手がカミナだと思うとさ、なんか安心するんだよね。僕だと安心する？うん、私さ、カミナが好きなのかな。ねえ、どう思う？どうって聞かれても、それはそんなに慌てなくていいってば。よく見ると可愛い顔してるし、そのくせ私たちより強いんだもんね。強いのは僕じゃなくてラーゼフォンですよ。一緒じゃん。私カミナの動かすラーゼフォン好きだよ。それもやっぱりカミナのことが好きだからかな。どう思う？やっぱり僕をからかってるんですね。そうかもね。もう、ま、いつ死ぬかわからないし、思ったことは言っとかないとね。言わずに死んで後悔したくないしさ。
キャシーさん。悩みな、青少年。もっとかっこよくなりなよ。やっぱり、からかわれたのかな。